人の目が見えない、氷室くんは、冬月さんから、眉間を見るといいと聞いた。試しに、冬月さんで練習をすることになった。お互いに、向かい合うと、だんだんと、照れくさくなってきてしまった。氷室くんと、冬月さんは、部長から、猫ミーランドのチケットをもらった。小森さんは、年間パスポートを持っていたので、会社の4人で、行くことになった。中に入ってすぐ、冬月さんが、迷子を見つけた。迷子センターに、連れて行ってあげているうちに、小森さんたちと、離れ離れになってしまった。冬月さんと、氷室くんは、二人で、猫ミーランドを回ることにした。冬月さんは、もともと猫好きなので、猫ミーランドをとても楽しめた。そして、お土産屋さんで、小森さんたちと、再会した。冬月さんと、氷室くんは、お揃いのマグカップを買うことにした。パレードが始まるので、みんなは、見どころに詳しい、小森さんに、ポイントをアドバイスしてもらった。沖縄の時と同じ感じの、良い思い出ができた。冬月さんと、氷室くんは、お揃いアイテムが増えたので、嬉しかったのだった。